撮影中のヤクボフスカ監督、アウシューイツの助手とは、1948年に公開されたポーランドのドラマ映画。日本では戦後初めて公開されたポーランド映画になる。第二次世界大戦中のアウシュビッツ強制収容所での経験を描く。監督、共同脚本は、バンダヤクボフスカ。日本初公開時は、バンダヤクボフスカと表記されていたが、 1988年に再公開された時、ワンダーアクボフスカに、また題名もアウシュビッツの助手に変更された。通訳をさせられるマルタのキャラクターは、ベルギー人のマラジメトバウムの実話に基づいている。ホロコーストを扱った最初期の映画の一本で、シンドラーのリストのスティーブン・スピルバーグなど後の映画監督たちに広く引用されている。 アウシュビッツ強制収容所に連れて来られたマルタは多言語を話すことができたため通訳を任される。ジョイ・エフゲニアも囚人で患者の治療に最善を尽くしているが物資が不足している。国際監視団が収容所に来た時、エフゲニアはマルタから習った片言のドイツ語で窮状を訴える。しかし、精神疾患とされ誰からドイツ語を教わったか尋問される。エフゲニアは 回答を拒否し、拷問の末に死ぬ。薬屋の妻である助手、ラルニアはジョイナと嘘をついて、エフゲニアの後釜になる。薬を服や、香水のような贅沢品と交換するなど横流しする。不正が見破られそうになると、相手を密告し網に葬る。マルタは、レジスタンスの放送局に収容者の真実を知らされる、ため逃亡するが、逮捕され連れ戻される。 公式刑で死刑に処せられた時、マルヤはソ連軍の飛行機の音を聞く。1948年、カルロビバリ国際映画祭でグランプリに当たるクリスタルグローブ賞を受賞した。ありがとうございます。